ではいよいよ結果の発表となります。全投票数を 100% とします。そして得票率が最も高かった候補者が1位となります。それでは参りましょうか。得票率ナンバーワンの発表です。第1位は得票率 35.4%、 スカイサルーム。スカイサリミットの皆さん、おめでとうございます。ではメインスタジオの方へ移動してください。いやトップです。これはメインスタジオにお願いします。はい、おめでとうございます。いってらっしゃい。わー、うん、さあ得票率 35.4%、 3分の1以上ということになりますが、松尾さん、はい、この得票率、このポイントどう見ます？その前に一言言っていいですか？はい、心臓に悪いですね。本当にドキドキします。ちょっとね、はい、あの歌力は認めていただけたんだなっていうふうに、はい、もっと非常に嬉しく感じました。うんうん、完璧なハーモニー、そしてグループワークもね、はい、素晴らしいと思いますもんね。ね、はい、カズさん本当によく練習してて、はい、もう素晴らしいですよ。さあスタジオへようこそ。はい、スカイズオブメン、青天井、限界知らず、4人組、Fab 4! Everybody roared for more!いやおめでとうございます。1位の感想聞かせてください。はい、誰が代表するのかな。キャプテン、そうなの。ものすごく今信じくれない気持ちで、はい、1位をいただいて、もう本当に投票してくれた皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや松尾さんトップです。いや本当、ね、僕からもありがとうございます。よかったね。よかったね。いやちょっと岡田さんちょっと来てますね。いやちょっとあれ一しずくちょっと来ました。はい。喜びの声聞かせてください。岡田の皆さんも、僕の大阪の応援してくれた皆さんも、すべて東京全国の皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。本当におめでとうございます。ねえ。もう一人、ちょっと山本さん、そうです ね、もう本当、もう一旦嬉しいですね、もう本当に、幸せですというか、はい、まあでも、まだそうです、気は抜けないので、あの次のステージも、ね、うん、もっともっとスカイズ・ザ・リミットのいいところを見せれるように、はい、4人でこれからもっと練習して、頑張っていきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。さあ、一言、大城さんもお願いします。はい、僕の友達とか仲間、投票したよっていうのは、いっぱい連絡もらってて、ええ、その度に嬉しくて嬉しくて、もう必ず勝ちます。いや素晴らしいチームワークだね松尾さん。はい、ファイナル進出一組目は Sky's the Limit。 さあ残りはあと2組ということになります。続いては得票率第2位の発表です。第2位は得票率 19.6%、 甘露寺綾子、おめでとう。Congratulations。 甘露寺綾子さん、おめでとうございます。ではメインスタジオの方へ移動お願いします。おめでとうございます。さあカズさん、ポイントは、まあ、びっくりした、まあ、ポイント、やっぱしあれじゃないですか、20% 近いですよ、得票率。なんかもう曲もすごいこう、面白い曲をやってるんですよ。まあ、彼女
に本当に自分でもう解釈して、はい、もうまあいろいろあったけど本当に感動中にしてもう本当に独特なアーティストだと思いますね。でもかなりチャレンジングな選曲をぶつけたんですよね。そうですよね、まあ、だからその間にもういろんなことをご存知のあったんですけど、はい、で本当によくやってくれました。さあ本人登場です。おめでとう菅路地彩子。ありがとうございます。キスとハグ、これは嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。わーお、Amazing achievement。 すごいですよ、お気持ちを。嬉しいです、すごい嬉しいです、はい、投票してくださった皆さんに本当に感謝してます。ありがとうございます。どういったところに皆さんの心に届いたんでしょうね。どういったところが、どうだろう。でも自分はまだスキルとかは本当にまだまだだと思ってるので、うん、でもなんだろう、自分の独特なスタイルとかそういう気持ちとかが伝わったのかなって思ってます、ね、だってかなり課題曲とか、うん、一瞬苦労してましたよね。はい、ね、殺されるかと思ったよね。え、殺されるぐらいと思ったよね。そんな緊張感が。でも、ね、でも本当に感情風にもうね、はい、全部解釈してもらって、はい、本当にもう、ね、感動しクッキングですよ、はい、もう自分の本当にスタイルにアレンジして、ね、やってくれました。 20% 近い得票率ということで5人に1人に近いっていうことですからね。これはかなりのものなんですけれども、ちょっとリノさんもちょっと言葉いただけませんか。いやもう、ね、みんな甘露寺ナイズされちゃったと思ってますよ。甘露寺化されちゃった。ね、甘露寺の魅力に独特の雰囲気に。松尾さんも一言ください。僕もファンですからね。ファンですもんね。ライブ行きますよ、CD 買いますよ。パクリですけど。いやでもみんなをね、そのファンタジーの世界に引き込む力、カズさん本当に素晴らしかったですね。視聴者の皆さんにも伝わったということで、ファイナル進出2組目、2人目は甘露寺彩子さんです。おめでとうございます。よかったね。さあ残るはあと1組、うん、その前にお知らせです。X ファクター沖縄ジャパン、本日は生放送でお届けしています。ほら編集してないでしょ、はい、視聴者の皆さんの投票によるトップ3を発表しております。現在グループの Sky's the Limit Under 18、甘露寺彩子さん、ファイナル進出を決めているんですが、残すところいよいよあと1組になってしまいました。ドキドキです。それでは参りましょう。得票率第3位の発表です。第3位は、得票率 12.9%、 R3! おめでとう。 R3 の皆さんおめでとうございます。ではメインスタジオの方へ移動お願いします。やった、ありがとう。おめでとうございます。いや松尾さん、グループ部門から2組、ね、R3。 いや本当あの2組ともね、グループとは言っても、はい、この番組で出会って、まあ作られたというかね、この必然的な出会いがあってできたグループなので、成り立ちを考えるとある意味ソロで歌い続けるより大変な道を歩んだ人たちと言えるわけ で、はい、それこういう形でね、視聴者の方々に認めていただけるって本当に嬉しいことですね。嬉しいですね。さあ R3、 わあおめでとう。わあ松尾さん、はい、ちょっと喜びの声を聞かせてください。高槻さん、はい、はい、まあこのトップ3を決めるこのライブショー、はい、まあいろんな人から応援のメールいただいてですね、絶対残りたいと思ったので、うん、本当にもはい、嬉しいです、はい、やりました、よかったね、はい、望月さん、はい、本当にもう、はい、とってもドキドキしたんですけど、本当に家族、仲間、友達ですね、うん、すごい人たちにいっぱい、たくさんの人たちに応援してもらって、本当に次のステージで恩返ししたいと思います。さあ荒垣さん、来ましたよこのステージに。いやギリギリまで通るかどうか心配だったんですけど、本当に通って本当に良かったです。皆、うん、
投票してくれた本当に皆さんのおかげだと思っています。本当に感謝しています、はい、もうまさにその通りなんですけれども、それぞれデュオとそしてソロだったんですよね、松尾さん。そうですよね、で年齢差もありますしね、はい、これちょっとした冒険だったと思うし、うん、もしかしたら一緒にされたことをね恨んだ時期もあったかもしれないけど、全くなかった。そう、やっぱり3人とも地元が一緒ってこともありますしね。そうですよね、3人ともうちなんちゅうということで、はい、よかったよかったです。ファイナル進出3組目は R3 に決定です。さあ、X ファクター沖縄ジャパントップ3が出揃ったわけなんですが、実は審査員の皆さんからもう一つとんでもないサプライズの発表があるんです。スタンバイルームの直美ちゃん、はい、今日は惜しくもそこに残っているという3組、はい、ものすごく関係のあるビッグサプライズなんですよ。何ですか？私もうマジで知らないんですけど。うん、伝えてない、誰もわからない、はい、何ですかそのサプライズっていうのは。詳細はお知らせの後です。どんなサプライズ？